ま入りました。イルマくんは、西尾部による日本の学園ファンタジーコメディ漫画作品。通称、イルマくん。週刊少年チャンピオンにて、2017年14号より連載中。西の週刊少年チャンピオンでの連載は、本作が初めてとなる。2021年7月時点で、単行本の累計発行部数は666万部を突破している。 コミックス一巻の発売に合わせて、諸泉ブックタワー、諸泉グランデ、法林堂書店高田のばば店、法林堂書店コミックプラザで2017年7月7日から、同年8月6日まで、複製原画の展示が行われた。週刊少年チャンピオン2018年22.23、合併号では、同志連載中の、吸血鬼すぐ死ぬとのコラボ企画が開催され、 それぞれの作品扉ページで2作品間で衣装を交換したキャラクターが描かれた。またコラボサイン色紙、ポストカードの読者プレゼント企画も実施された。2018年5月にはコミックス5巻の発売に合わせてアニメイト渋谷店にてサイン会が開催された。西にとっても初めてのサイン会となった。2019年からはテレビアニメが制作、放送されている。 14歳の鈴木ルマは、鬼畜下道な両親に、金銭目的で大悪魔、サリバンに売り渡される。しかしサリバンは、イルマに大衆危害を加えることはなく、自分の孫になることを懇願する。承諾したイルマはサリバンが理事長を務める悪魔学校に入学し、人間であることを隠して、学園生活を送ることになる。望みである平穏な生活とは裏腹に様々な、 トラブルがいる間に襲いかかるが、それらを乗り越えるたびに注目を浴び、不本意ながら有名人になりつつ、幸せをつかんでいく。恋の項は、テレビアニメ版の声優。問題児クラス生徒会マグ研究師団その他の生徒、その他の生徒教職員特別講師、ジンムサッシュ・サリバンが運営する、名門学校。全6学年。生徒数666人。 行事師団バビルスにおける生徒による団体活動。人間界の学校におけるクラブ活動に相当する。ルールはあるが境外化しており力づくの新入生外遊が行われ公的にルーキーハントと呼ばれている。活動基準があり、3年生1名以上もしくはダレスの団員3名以上の代籍が基本条件。この条件が満たせない場合は、 複数の団長からの推薦状が必要。週刊少年チャンピオン2019年1号にて制作が発表され、第1シリーズは同年10月5日から2020年3月7日まで NHKE テレにて毎週土曜17時35分から18時に放送された。第2シリーズは2021年4月17日から9月11日まで前、 シリーズと同じ枠にて放送された。第2シリーズ終了後は、第3シリーズの制作が発表された。ナレーションは、ゴーダホズミ。本編終了後は、ミニコーナー、隙間が放送される。OPED 挿入歌。ありがとうございます。